て。はあ、父様で思い出した。え、どうした？ミオとさ、ニューヨークのイベントにさ、参加したんだけどさ。ああ、つかねえ。そう、その時にさ、ファンの人をさ、自分たちで選んで、なんかクイズに答えてもらうって企画やったんだけど、その中で、海外に行き、床闇、だって剣族か。剣族海外に行きがいたんだけどさ、ビビの帽子とか被ってたんだけどもさ、その剣族がさ、ぬいぐるみさ、白髪と、トワ様持っててさ、そうそう、世にも珍しい、そう金属、そうフブトワミンと思って、なんかいきなりぬいぐるみ目の前でチュッチュしさせ始めてさ、ちょっと恥ずかしいじゃないですか。そうそう、恥ずかしいことしてるってなって、世にも珍しいフブトワミンでした。そうフブトワはありますみたいになってて、周りが湧いてたね。うわ、そうなんだ。いいやん、可能性。そうね。いいやん、あったって。そうだよ。あったっていい。あったっていい。うん。ふぶとはあってもいいか。ふぶとは味わってもいい。じゃあ。あ、味わる？味わるか。いいから味めちゃうんですか？ついてくれるか。味わっちゃうんですか？このオタクの波にとわ様がついてくれるのか。いや、ちょっと待って。一旦それはちょっと考えるかもしれない。考えるかい。ふぶちゃんのオタクの勢いがすごいのは知ってるから。そうだよ。途中で離脱する可能性ある。いなくなっちゃう。でもオタクとギャル的な萌え要素がある。オタクとギャル。オタクとギャル。オタクにも優しい。熱いね。熱いよね。オタクとギャルなんですよ。めっちゃ熱いわ。可能性感じてきた。可能性感じてきた。いい。とは？はい。装備と武器っていうチェストの中にとわ用の靴と。